暇だな。なんかないかな。暇すぎてゲロりそう。暇よ、暇よ。暇やっつってんだよ。おい。なんかうっせえな。若さん、ただいま。暇やっつってんだよ。何やってんの。あんま家で暴れないでくれよ。どうしたの。だから。なんかもう暇なんだよ。今。ああ、まあ最近平和だったからね。なんも。してなくて俺はもう体ギカギカギボ日々平和な日々を送って、もうこれから老後のこと考えようと思ってた老後ちょっとまだ早いよ若さん。嘘。あーそうだな。あ、じゃあ若さんちょっとこっち来てよ。君にまあいいとこっていうか、まあ今の状態の君にはおちょっと満足してもらえるかもしれないな。おぉ、カンプレマジか。誕生日じゃねえだろお前。いやそんなさ、いいよそんな高級ブランドとかさ。いやアドベンチャーじゃないでしょ、高級ブランドとか。もうそんなんあげるわけないでしょ。これ黙ってようかなって思ってたんだけど、黄昏の森行きます。じゃあ黄昏の森、なんだそれ。あの世界な、ちょっと一回行っちゃうとね、結構病みつきになっちゃうかもしれないよ若さん。嘘。だからあんま言わないでおいたんだけど、そんなに暇なら行く？行くしかないっしょ。今日から始めるか。おい、今日から始まる？マインクラフトタイム。お近近近。あなたとお近づきになりたくて。痛い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 。生まれる。じゃあ若さん。おい。大丈夫、準備できてる、その返事。お今から大冒険の始まりなんだよ。何準備できてる。君が望むアドベンチャーの世界は準備できております。はい、こちらでございます。おお、ここか。一番最初の、はい、うんちっち屋敷やないかい。まあ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 、あながち間違ってはいないが、実はこのうんちっち屋敷、実は、うん、異世界へと通じてたんですね。まさかドン引きだよ。ドン引きだよ。いやいや、引いてる暇ないよ。まさか、だって通じてるわけないもん。あ感じながら入んねん。こんな感じになっております。まあ、ゲートはできてます。ほう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 。こちらですね、入り口です。これ、はい、この中。うん、これが、はい、これがラフテルにつなぐ入り口。じゃあ打つの。じゃあお一緒に浸かりながらシュワシュワしようぜ。レッツ黄昏。いや、あ、ちょっと戻っちゃったじゃん。お、来たね。あ、なんだ。ちょ、若さん、若さん、若さん、ちょ若さん、なんだここよ。僕らと今アドベンチャーの国へ。ドラニシと若々大親友、冒険なんだよマインクラフトタイム。若さん、はあ、どうです。どう、来てみましたけど。来てみ、黄昏の森聞いちゃった。楽しい。楽しい。まだ何もしてないけど。いや、めちゃめちゃ楽しい。これからですけど。テーマパーク行った気分。いやいや、まだまだこっからよ、テーマパークは。こっから、こっからですよ。じゃあ俺をもっと楽しませてくれよ。あ、すいません、帰ってください、気持ち悪いです。チュッ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 。よし、黄昏れるか。うん、黄昏れるか。まあ結構ここはね、現実世界とまあ似て非なる部分がいっぱいあるし、ルールもまあ現実世界とだいぶ違うんですよ。なるほど。だ、ちょっと若さんにちょっとそれをまあ分かってもらいたく、若だけに今回の目標であるダンジョンはまあ文字通りいっぱいあります。おー、ダンジョンあんだ。この黄昏じみた世界をちょっと探索しません。え、したい。じゃあ最初は前からの伝統行事と言っても過言ではない木こりから始めるか。はい、木ホリホリタイムですね、これは。しかもね、その木違うでしょ、名前がさ。違うでしょ、林冠駅の原木みたいな。これはね、多分現実世界と、お、違うわ。え、ほらほら、全然ちょ違う、ほらほらほら、本当だ、違う。ダークオークっぽい。ダークオークっぽいけど名前が違うわ。ちょ、ごめんね、俺も黄昏にわかだからさ。
俺もうクラフトの仕方忘れちゃったよ。やばいよ若さん、知識が古いよ俺ら。いやもう知識が追いつかんて。ねえちょっとやばいよ。ちょバージョンアップしすぎー。しすぎー。追いつかないわ。若の発狂もバージョンアップしすぎー。バージョンアップしまくってこう。これを機に。いやまあお前の声がアップグレードされないけど、うん、俺の耳もねアップグレードされないとちょっとバージョンアップし対応しないと過去の耳の膜だと俺耐えらんないからさ、俺の耳の鼓膜まだバージョン 1.16 に対応できてないし。あマジアップグレードしないとじゃん。じゃあそうお前のだってお前のその声聞いた感じだと最新も最新最新中の最新じゃない。これねこの前ちょうど Bluetooth 対応してさ俺の声きつなんかさ木掘ったら下になんか土、あそれ根っこじゃない、これ根っこ、これ棒だ。あ根っこもゲットできる。何それくれよ、どれ見してよ。おい、え生きてるってよこれ。生きてんの。うん、うきったね。あれやな、何やの。でも叫ぶよこの根っこマンドラゴンだ。俺8割方お前の声に聞こえたけどお前だろ叫んでんの。 うるせえよこれ。いやお前だよ。うるさすぎるこれ。 いらねえ。いやてめえだろ。あ見て若さん、んトワイライトオークだって。何それ、どこに。また木の、ほら木の別の種類だよ。どれ、あ、ほんとだ、これほんとだ、また変わってるわ。何これ、いろんな木あんじゃんね。オーク、オークっちゃオークっぽいけどちょっと色が暗いね。あ、ほんとだ、暗め、普通のとは違う。あ、すごいな。なんか世界がもう暗いね、ちょっと。この世界に朝とか夜とかなんかそういう概念はないからね。なんでこの世界はもう常に黄昏時。いやいや、それは理不尽でしょ。なるほどね。新たな常識を頭に入れてきてください。あーじゃあそっちがその木ならこっちもそういう感じで行かしてもらうけど大丈夫そう。なんかチンピラか。めっちゃ怖いんだけどねえ。なになになに、見ちゃったんだけどあれ何、どれ。あ若ちゃん、若さん、ちょっとあれはまだ俺らには早い。あれは早いか、あれはまだ早ぶさ。あれがダンジョンってやつか。お、察しがよろしいようで。チラ見してく。チラ見、チラ見してみよう。チラってね、うん、だいぶかっこいいねこれ遺跡ねえ。これも、これも若さん知らないでしょ。知らん。どうぞレディーファースト的な。あ、なんか意外としっかりしてる。あ、バーが出てきちゃいました。あ、あれですね。おお、なんかいますね、生首が。なんかいる。そう、あれね、あれがちょっとやばい。あー、やからないんですよ。え、いった、いった。めっちゃ飛んだんだけど。俺狙ってる。おーおーおー、しかもクソ早い。これ倒せねえよこんな。いや今来るとこじゃねえよ。あ、やっちゃ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 。なんか関係ねえし。なにこれ。お前運悪すぎだろ。まああれが地元に聞く、まあ、ボス的な、まあ、存在って感じかな、はいはい、あれをボコしに行くのが、まあ、この世界でのアドベンチャータイムって感じですね。なるほど、今はやめとこう。うん、身の丈考えようぜ。だね、まずそう、俺らまず俺らはザコ。若さん、うん、ちょっとこっち来て。うん、こっち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 、これお、ラビッツ、うまそう。逃げてる逃げてる逃げてる。逃がすわけねえだろ。てかバカ早いんだけど、エイム合わせらんねえこれ。なんで開幕殴んのお前。なんで目に見えたら殴んのお前。じゃあこいつ瞬間移動してんだけど。お、ゲットゲットゲット。生のウサギに行く。うわ、ごめんな、うちの相方が。あ、埋めたふり。確かにサバイバルでは弱肉強食の世界、うん、この世の中の摂理を実行したと考えれば、ね、この肉はその対価を支払ったことになるかな。もし食べるものがなくなったら分かってるよな。なんでここで脅してくる。一緒にこれから冒険していく中だ。まあ一応言っと、言っと、そこ、うん、そこのメリハリはしっかりつけとけな。そう、言っとこうかなって。食料尽きたら分かってんなみたいな。怖いなこの相方。いいよ、逃げ、逃げないで。もうリード必要だな。おい、もう非常食扱いだね。あ、うん、若さん、こっち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 。おいでわ、ホタルですね。あー、かわいい。これこれね、うん、松明代わりになるから照明。これ、うん、めっちゃいいじゃん。おう、お前が殺した。てかなんかお前のその緑の手にさ、うん、ホタルついてるのめっちゃ違和感ないんだけど。嘘、すげえ普通にかわいいんだけど。嘘、お前の緑と合ってるもん色。なんで。何遊んでんのお前。あ、見て、え、瓶のホタル。すげえ、これモーライ。こんなのもできんだね。上がるよほら。わ、すげえ。早速マイクラらしいことしちゃうか。お、すごい。なんかもうホタルだけで建築の幅が広がるね。ね、うん、
いやこれ家建てんの楽しみだな。楽しみうーよいしょ。ゾンビの男はね、うん、この世界でも普通にゾンビはいるから、ね、気をつけてクレメンスだな。これ多分ね前作より本当にアドベンチャータイムですよこれ。うわ若さんが望んでた以上に楽しいかもよ今回。お、じゃあ期待しちゃおっかな。じゃないか。ミッキーいつもの本性出たね。やっといつものミッキーになってくれたよ。これチェストを作りたい。もうデスゲームは始まっているよ。迷いなかったね。見たことないモブがいますよ若さん。多分ほら何あれモブなの。モブですよ。なんだと思う。あれ、うん、牛。イノシシだ。お、正解です。これイノシシです。殺すか。ん？お前が殺した。若さん。ん？あれですあれ。お、お、でか。そうあのリッチなタワーがリッチタワーなんつって。いやビッチタワーがいいな。それは俺も行きたい。楽園だ。かわいい。おしかも青じゃん。オソロッチじゃん。かわいいね。うん。オソロッチやばい。なんだ無限に出てくんな。よいしょ。ウィズ。じゃ体力きついから俺も一回死ぬわ。やってても言ってない。若さん。ん？ちょっとリスポン地点も一応ここに固定したから。はい。ちょパート1さながら。はい。ナーガという化け物をぶち殺しに行きます？行こうか。さあ行くぞ。あ、いや俺にはポチが…俺なんか伸びてる。でかっなんかめっちゃでかくなってる。え、待って家出してるけど。あ、帰ってきた。え、マジやばい来る。強すぎ。やっぱ顔だわ顔。あ、マジ攻撃入った。顔だこいつ顔。はい、やるじゃねえか。来いよほら逃げてる逃げてるもん。逃げてる。ビビって逃げてる逃げてる。ザコ。うん。あ、いた。いや、怖い怖い怖い。あ、怖いってこいつ。あミンチになっちゃうって。やばいよあいつ。強い。やばめっちゃほら暴れてるもんあそこで。うわあ外出てきてるよ。おーおおおお壊されちゃうよベッド。なあ飢えてんだけど。いいのお前んちだよ。痛い痛い痛い。なんでこっち来るの。どうやって倒すのこれ。こいつのね顔をずっと殴ればいいんだけど。顔にまず近づけないっていうなんか素晴らしい条件付き前代未聞パート1でナーが倒す男たちが現るっていう新聞記事の第一面飾りたいじゃん。誰もいないだろうなあ、うん、こんな初期さ。若さん若さんただいま。これあ嬉しい。ありがとうございます。ほらナイス。くらってるくらってる。ゆるちゃんよしやったやったやった。ほらほら結構くらってる。めっちゃいい。めっちゃいいじゃん。いけるいけるいける。あしゃーざま間違えた。もっと引っかかってるよ若さん、うん、バーカざま見る貯蝉蛇かお前の思考は。あ素晴らしい素晴らしい。足入ってきてっつってんだ俺逃げてんのによ。おいけそうじゃない。いけそういけそう。あ待って体細くなってるよ。嘘。ほら本当はちっちゃくなってる。おおどうした。おい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 イエーイ。おーすごい来た実績解除。おやられたらやり返す。ほら実績だ取れ。あ、実績解除。第一章でナーガ殺したよ。パート1ですよ。しかも石の剣で。はいどうもこんにちは。ナーガと若です。今回はねナーガをボコボコにしていきたいと思います。えい。はいありがとうございました。なんかクソ動画。